さあまずは沖縄こどもの国、今月15日にお披露目されたのは栃木県の那須どうぶつ王国からやってきたユーラシアカワウソのメス、ハザミです。お披露目会では子どもたちが見守る中登場すると、早速水の中で元気よく泳いでいました。泳いでるところ可愛かった。すごかった。泳いでるところ。日本ではかつて日本カワウソが生息していましたが、乱獲や生息環境の悪化などで40年以上前に絶滅したと考えられています。子どもの国ではアザミとの出会いをきっかけに自然環境や動物の保護について考えてもらえればと期待を寄せていました。続いては名護市から。ブラジル周辺の森や川に生息するオニオオハシのヒナがネオパーク沖縄で31年ぶりに誕生しました。5月下旬から鳴き声が聞こえ始め、巣から姿を見せる日を待っていたところ、今月8日に巣箱から飛び出してきたそうで、名前はまだついていないということです。まだ生まれたばかりでですね、くちばしもまだ親とは違って黄色いくちばしが、ちっちゃいのがまだ生えているので、今のうちに、ぜひこのヒナの姿を見に来てください。名前の募集もしますので、夏休みにぜひネオパークに足を運んでください。飼育員の栄川さんは、鳥の成長は早く5ヶ月ほどで親と同じ大きさになるので、ぜひ今のうちにヒナの姿を見に来てほしいと話していました。